こんにちは、まめこです。今回は業務スーパー10月の総力祭で購入した商品をご紹介します。9月に始まった総力祭、何度も通っていろいろとお得な商品をゲットしてきましたが、今回は一押しのものを集めてみました。ではスタート。1商品目は冷凍のチョコレートトリュフ、2個入りでセール価格258円です。滑らかな口どけとほろ苦いカカオの風味が絶妙な本格デザートと書いてありますね。冷凍スイーツコーナーに見つけられなくて売り切れてしまったのかなと心配になったんですが、アイスコーナーで見つけました。こちらは冷蔵庫で一晩解凍して食べます。一番上にたっぷりのココアパウダー、真ん中にムース、一番下には濃いチョコレートのソースの3層。一晩しっかり解凍するとムースの部分がもったりと柔らかくて口の中に甘さが広がって美味しいです。説明の通りほろ苦くて美味しいのと、ほんの少しアルコールが入っているので大人の美味しさ。冬が近づいてくるとこういったチョコレートのスイーツが無性に恋しくなりますよね。次の商品は冷凍のロールキャベツ、たっぷり10個入ってセール価格348円でした。定番のトマト煮込みだけでなく、これからの季節はお鍋やおでんの具材としても活躍しますね。自分で作るとなると手間のかかるロールキャベツですが、これはこのまま調理できるから本当に楽ちんです。今回は電子レンジで簡単にコンソメスープのロールキャベツを作ってみようと思います。耐熱容器にコンソメ大さじ2分の1、水 250ml と塩1つまみを入れ、冷凍のままロールキャベツを浸したら、ふんわりとラップをかけて、あとはレンジで加熱するだけ。パッケージ記載の通り 500W で12分加熱しました。あっという間にロールキャベツのスープが完成。キャベツと豚肉の旨味がしっかりスープにも染み出していて、これからの時期にぴったりの熱々でホッとする味です。今回はコンソメスープにしましたが、白だしを使った和風のスープでもめちゃくちゃ美味しかったです。次はこちら、冷凍のロースとんかつ、5枚入りで598円。たっぷり5枚、 700g 分入ってこの値段はかなりお買い得ですよね。揚げるときはパッケージに書いてある通り6分から7分揚げると本当にいい感じのきつね色に仕上がります。冷凍のまま揚げるだけなので本当に簡単ですよね。切った時のサクサクとした音がたまりません。息子もサクサクでお肉もジューシーで美味しいと絶賛していました。こちらは即席春雨、25食分 500g 入って398円。一玉が1食分なので調理の際に使う分量がとても分かりやすくて使いやすいのが気に入っています。パッケージの裏側にはチャプチェの作り方が書いてありますが、今回は簡単春雨スープを作りました。こちらも今回の総力祭でお得に購入した白だし、1対7の割合になるように白だし大さじ2に対して水 210ml ほどを入れ、食べやすい大きさに切った白菜とネギを入れたら春雨を1玉入れて煮ます。丸まっているから小さい鍋でも調理がしやすいのがいいですよね。ここに肉団子を投入、野菜に火が通って柔らかくなったら塩1つまみとごま油小さじ3分の1くらい、それから煎りごまを入れて完成。体が温まる簡単春雨スープです。一玉 20g なのでお腹いっぱい食べたい人は2玉で作ってみてください。うまい、よかったね。春雨スープ作りで使った白だしなど、総力祭では調味料が安くなっているのでまとめ買いです。ケチャップが 400g で128円、料理酒1リットルが108円、先ほど使ったヤマキの割烹白だしが1リットルで378円、パスタが 500g で99円と本当にお買い得。ロースハムも148円と安いのでまた購入してきました。それからお菓子も激安です。8袋入りのポッキーが178円、チップスターが87円です。こちらのイタリアンビスケットはなんと99円。以前蜂蜜味を食べたことがあったので、今回はヘーゼルナッツ&ココアを購入してみました。このビスケットはトランス脂肪酸ゼロ、保存料着色料不使用、卵乳製品不使用となっています。
以前購入した時、健康に良さそうな分あまり美味しくないんじゃないかなと不安に思ったんですが、本当に優しい甘さで癖になる美味しさだったので、今回も購入してみました。開けるとほんのりココアのいい香りがします。銀の袋が2袋入っていますが、1袋には10枚、全部で20枚入っていて、これが99円というのに驚きです。結構固めで食べ応えがあるビスケットで、優しい甘さが特徴です。ほんのりビターなココアの香りで本当に美味しかったです。しっかり噛んで食べるので、少ない枚数でも満足感があって、このビスケットだと食べ過ぎてしまうっていうことがないのでお気に入りです。ヘーゼルナッツ&ココアが美味しかったので、後日クランベリー&セサミも購入してみました。お店の商品を見てみると、ヘーゼルナッツ&ココアの残りが少なくて、クランベリー&セサミも残りわずかだったので、この2つが人気なのかもしれないですね。実際食べてみた感想ですが、クランベリー&セサミも想像以上に美味しかったです。ごまの風味もクランベリーの甘酸っぱさもどちらもちょうどよくて、優しい甘さのビスケットのいいアクセントになっています。こちらの味も不思議なくらい癖になる美味しさで、編集したりしながらポリポリと食べてしまいます。それからこちらも1袋99円のお菓子、ハニーローストピーナッツと塩キャラメルローストピーナッツです。まずはハニーローストピーナッツ、甘みと塩味が癖になる美味しさと書いてあります。 80g 入りです。こちらは塩キャラメルローストピーナッツ、パッケージの表には書いてないですが、こちらも内容量は 80g です。それぞれ出してみましたが、見た目には違いがなくて、ハニーローストピーナッツは食べ慣れた甘くてしょっぱい美味しさなんですが、塩キャラメルローストピーナッツはキャラメルの少しビターな風味が効いている甘じょっぱさです。しっかり甘いものを食べたいならハニーローストピーナッツ、お酒のおつまみにするなら断然塩キャラメルローストピーナッツかなと思います。どちらも美味しくて、ピーナッツをあまり食べない息子がパクパク食べていました。こちらは飲む果実酢のマスカット味です。1リットル348円でした。原材料を見てみても、砂糖類ではなくブドウ酢と濃縮ブドウ果汁が最初に表示されているのが嬉しいですね。4倍希釈タイプなので、お酢1に対して水や炭酸水3の割合で割って飲みます。まずはそのままの味を確認したいので、水割りで飲んでみました。想像以上に美味しくてびっくりです。お酢だということを忘れるくらい、マスカットの味と甘みですごく飲みやすいですね。パッケージにも記載されていたラッシー風アレンジもしてみたいと思います。果実酢1に対して牛乳を2の割合で入れてよく混ぜると、牛乳が少し固まってヨーグルトのようになります。今回購入したこの果実酢は甘みがあって本当に美味しいので、牛乳との相性も抜群でした。この飲む果実酢は本当に飲みやすかったのでおすすめです。次はこちら、冷凍のパイシートです。たっぷり 500g も入って268円でした。6枚入りなので1枚あたり約 83g で45円。今回はじゃがいもを使って三角パイを作ってみました。皮をむいたじゃがいもをラップでくるんだら600ワットで3分加熱。とても熱いのでやけどに注意してラップから出してください。ボウルにじゃがいもを入れたら、スプーンやフォークでざっくりと潰します。別の容器にじゃがいもを少し移したら、この時期に大活躍するこちら、コーンポタージュスープの素で味付けをします。1袋の半分くらい入れて混ぜるんですが、小さじ1くらいの水を加えるとうまく絡まります。もう1種類はツナマヨコーン味です。朝食の時に余ったものが冷蔵庫にあったので、ポテトに混ぜて塩コショウで味付けをしました。ここでパイシートを出します。先ほども言いましたが、6枚入って268円は本当に嬉しいですよね。しばらくの間冷凍パイシートを買う機会がなかったんですが、この値段ならまた買いたくなります。使う分を出して5分ほど室温に置き解凍します。パイシートは半分に切っておきましょう。潰して味付けしておいたじゃがいもをパイシートの左上半分にのせたら、とろけるチーズを上からのせてパイシートを折りたたみ、端を閉じていきます。結構具材たっぷりだったので、中に押し込めながら端っこを閉じました。
最後にフォークの先端を押し付けて留めます。もう一個の方も同じように三角形にして具材をパイシートでくるみます。今回は大きめのじゃがいもを使ったのでパイ生地に入りきらず具材が少し余ってしまったため、小さめのじゃがいもを使うか、大きめのじゃがいもの場合は半分に切って使うとちょうどいい量になりそうです。焼き上がりに照りを出すために卵黄を塗るところですが、代用品としてマーガリンを塗りました。あとはこれをオーブントースターで焼きます。こちらも総力祭で買ったフライパン用のアルミホイル、本当にくっつきにくくて使いやすいです。9月の総力祭購入品で118円でした。パイシートのパッケージには200度で20分と記載されていましたが、我が家のオーブントースターは火加減が強めなので、まずは10分で焼き加減を見ながら加熱時間を増やして焼きます。だいたい15分くらいでちょうどいい感じに焼き上がりました。中のポテトがびっくりするくらいホクホクで美味しかったです。どちらの味も美味しかったですが、コーンポタージュで味付けしたポテトが想像以上に美味しかったのでおすすめです。別の日にもパイ生地をくり抜いてツナマヨコーンを乗せて焼いたんですが、これも簡単で美味しかったです。パイシートはハロウィンやクリスマスのお料理でも大活躍しそうなので、総力祭のうちにお買い得にゲットしておくのがおすすめです。次の商品はこちら、ハイガ押し麦、たっぷり 1kg 入りで238円でした。ご飯の食感と変わらないものがいいならハイガ押し麦、プチプチとした食感が好きならもち麦がおすすめです。お米1合に対して押し麦を大さじ2入れたら、大さじ4の水を追加して30分ほど浸水させ、あとは炊飯器で炊くだけ。食物繊維たっぷりの麦ご飯が完成です。押し麦には2種類あって、ハイガを残したハイガ押し麦の方が栄養価が高いそうです。最後の商品はこちら、冷凍のマグロたたき 250g 入りで578円。何度もご紹介するくらいお気に入りの商品です。いつも通りネギトロ丼にして食べましたが、今回は残りを使ってネギトロそぼろの2色丼を作ってみました。マグロのたたきをフライパンに入れ、料理酒、砂糖、醤油それぞれ大さじ1ずつとすりおろし生姜小さじ1/2をフライパンに入れたら、混ぜながら中火で熱してそぼろにします。ネギトロそぼろが完成したら次は炒り卵です。卵1個にみりん大さじ1と塩1つまみを入れてよく混ぜたら、サラダ油をひいたフライパンに入れ、混ぜながら加熱して炒り卵を作ります。あとはご飯の上に盛り付けて小ネギを散らしたら完成。そのままネギトロ丼で食べても美味しいですが、そぼろにして食べても美味しかったです。 100g あたり231円というお買い得で美味しいネギトロ、冷凍しておけるので好きな時に流水解凍して食べられるのも魅力ですよね。ネギトロ丼のタレや今回作った2色丼のレシピは概要欄にリンクを載せています。ということで、今回は10月の総力祭で購入したおすすめの商品をご紹介しました。今回ご紹介した以外にもブレンドチーズや顆粒コンソメなども後日追加購入しています。9月から始まった総力祭も残りあと2週間ほどとなりましたので、皆様もぜひこのお買い得な期間にお買い物に行ってみてください。では今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったよという方はグッドボタン、それからチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。